はこの作品を作られた伊吹拓さんにお話をお伺いしたいと思います。伊吹さん、よろしくお願いします。お願いします。いや、この夕日が当たってキラキラしていてとても綺麗だなと思って見させていただいたんですけど、この作品のコンセプトを教えていただけますか？コンセプト、そうですね、まあ、今本当にあの夕日は綺麗で、この場所自体すごく、まあ、歴史のあるというか、とてもいい空気が流れている場所だなと思ってるんですけど、まあ、この場所が本当に大好き でここでこういう展示機会いただいて、何ができるかなと思って、で、普段は大きな、キャンバスに絵を描いてるんですけど、まあ、この芝生の上をもうキャンバスと見立てて、空間に絵を描こう、このステージの上に絵を描こうっていう感覚で、まず発想して、で、考えていきました。はい、で、まあ、ライトアップということだったので、この自分の作品を光らせる、この内側に光を入れて、夜に、内側から光を当てるというところも初めてなので、それを楽しみに、作ってました。どうですか、実際にこの場所に展示されてみて。そうですね、なんかはっきりした完成像があってその進めたわけじゃなくて、まあ、本当に、まあ、キャンバスは真っ白ですけど、まあ、緑の芝生の上に絵を一から描き出すような感覚で描き出したので、まあ、どういうふうにこう最終的に形になるかは分からずに、組み立てていったんですけど、なんかこう途中やっぱり雨が降ったりとか、まあ、雪降ったり、本当に風が強い風が吹いて、まあ、普段室内でもちろん絵を描いてるんでそんなことはないんですけど、まあ、そういうここに流れる時間とかその自然とそのまんま一緒に絵が描けたっていうか、なんかそういう経験ができて、で今まあ一応こうして形になって、まあ、ひとまず良かったなと思ってます。ありがとうございます。それでは最後に動画を見ている視聴者の方にメッセージをお願いします。そうですね、視聴者、はい、どんな視聴者なんでしょうね。どんな方がね見てくださってるんですかね。そうですね、だからでも本当に、まあ、本来であればそのお客さんがここに来てこの場所の空気と一緒に、まあ、作品を見てもらうっていう、まあ、企画だったと思うんですけど、まあ、それが叶わなくなって、その配信でオンラインで、まあ、自由にいろんな人に見てもらえるということが、まあ、果たしてどういうことなのかっていうのは、まあ、作ってる本人も、まあ、全然経験したことがないし、わからないんですけど、そうですね、なんかと せっかくやからその遠くに届けばいいなというか、ここに今回は本当にここの会場に来てこの空気を味わってもらって、まあ、いろんなお寺とかも見てもらってっていうのが趣旨だったと思うんですけど、まあオンラインになったことでここに、まあ、一生立ち入ることのない来られることのない方に届くと思えばそれはすごくいいことなのかなというか、でも反応が聞きたいですね。そうですよね。でもぜひたくさんのね日本中そして世界中の方に見ていただける機会かなと思いますので ね、ぜひたくさんの方に見ていただきたいですね。ということで今回は伊吹さんにお話をお伺いしました。伊吹さん、ありがとうございました。